で、次に、一旦先ほど作ったキーフレームは削除して、で、便利な機能の一つに角丸があるので、これを試してみますね。で、角丸というのが、このプロパティっていうパネルがあるんですが、ここの角オプションによってプロパティを角丸にすることができると。はい。で、ここで選択した値は HTML コードで反映されているっていう。なので、別にこれを作ってる時っていうのはコードを気にすることなく、このツールだけで HTML5 のファイルが作れるという、そういう仕組みですね。